イトルマッチ、なぜかというと無料第1ラウンドが始まりました。これが再戦です。さあ白のトランクス、ロハスがいきなり出てきました。出てきますね、ロハス出てきます。これを受け出します。チャンピオン一旦離します。それでも出てきます。ロハスいきます。ああいいパンチですね。先にやられました。黄色のトランクスがチャンピオン、パク左髪、さあ左引いてますよ。右クロスカウンター、そして左大きく振ります。パクが下がるところっていうのは、はい、負ける時でしょうからね、出ていきます。パンチですね。左が入った。エロイドハスいきなり行きました。第1ラウンド、いいパンチ入ってますよ。いいパンチ入ってますよ。さあこのラウンド決まるのか、確かめてるですね。さあチャンスです。第1ラウンド大きなチャンス。ロハスも1回頭使ってきましたね。そうですね、はい、ちょっと足がおかしいですね。効いてるんですね。第1ラウンドの中、パクヨンギンとの前に出る力っていうのは相当のもありますからね、はい、さあ出てきた。あ今のパンチも、うん、顎ちょっとかするような感じですね、さあ出た。チャンピオンが声援に後押しされるようにしてると強く真ん中で受け止めるか、もしくは下がらさせるっていうんですかね、もうパクヨンギンが下がれば力は半減以下ですからね、はい、ショートエンジン右を振った、そして左を返しました。ロハス下込んだ、下からです。おーロハスも力んでますね、30秒残り切りました。左からワンツー出てきますね、左振った、左伸ばす、ロハス、ナイスアッパー、第1ラウンド非常にいいロハス、あしかし出てきた、きついながら持っていってこの、まあ、リズムが乱れたんでしょうね、はい、まあ、そういったことが頭にあって考えたエロイロハス、第1ラウンド自分の方から行きました。おっと右から左よ、クロス、あいいパンチ入ってますよ。下からです、この方からクリンチ、これで距離を逆に下がってしまうとエロハスのパンチがまた飛んできますからね、はい、逆にくっついた方が一番いいんですね。あなるほど、一番の防御ですね。くっつきます、パク前に出ていきます。おおいいパンチが入った。さあ今度はアッパー、右のアッパー、そして左をカバー、ボディブローです。アッパー入れてから腕抜いて押していった、エロイロハス、そうですね、1ラウンド2ラウンドと飛ばしています。エロイロハス、ボディブローからサイノック、チャンピオン、お客さんが湧きます。しかしいいパンチが返ってくる、で客を湧くにしても一発一発のパンチ力ではロハスの方が上ですね、ミラパー使います、ボディをこすぐるようにして顎にヒットします。ロハスのパンチ対応します。エロイロハス、ボディを叩く、さあ打ち合いになるか、打ち合いになるか、押していきます。パクどんどん前に出て体密着するぐらい前に出てますけど、パクヨンギュンのディフェンスでもあるんですね、パクヨンギュン、さあ第3ラウンド、また行きます、また行きます。エロイロハス、シロントランクス、この試合は今回の第1戦の9月、パクの苦い経験があるだけに今回は1ラウンド2ラウンドで飛ばしています。そしてこの第3ラウンド、WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、韓国で行われています。この会場のこけら落とし、パクが相手の肩に手をやりながらのナイスボディ、チャンピオンパクヨンギュン、下から打ってきます。パクロハスも押しロープに釘付けです。ロープに釘付け、ちょっと体のキレがないですね。あさあ体を揺さぶるようにした、出ていきますが、インサイドからナッパーいいですね。インサイドは湧いていますけれども、第3ラウンド、さあ残り30秒まであります。このラウンド、小さなパンチを繰り出していきます。落ちたんですが、攻撃が効いてるんでしょうかね。私はそう思いますね。1回2回のあのですもんね、おっと左、いいパンチをもらったり、あるいは浜田さんダウンを着したりするとリズムタイトルエキサイトしてきましたか。おーナイスパー、右ロイロ、はい、顔面を打たれても止まるんですからね、もうあ食いましたからね、踏みとどまって出ていきます。パクも返します。チャンピオン連打、チャンピオン、さあチャンピオンが今度は押していった。これはチャンピオンのペースになるか。
第4ラウンド押していきます。お客さん騒いでる割にはパンチ当たる。よくしのぎましたよね、パパ。そうですね。それがこのパクヨンギュンに負けたもの、その再戦です。リターンマッチ、チャンピオン右、まあ、今の右なんかも左、本当にこの試合にかける意気込みは相当のもありますね。そうですね。お左合わせていきます。下がりました、ね、はい、この4項目ですか。ソウルの近郊都市カンミョンで行われた試合です。軽いパンチで他のその2分59秒攻めててもですね、そのラウンドはその相手に与えたダメージの方が上だったら出てきます。ボディそして顔面、お互いにそれぞれ打ち合います。出ていく、さすがタフです。チャンピオン、さあ押し込んだ、チャンピオンです。しかし佐々木さん、だいぶちょっとダメージを、いや効いてるんですよね、効いてるんですかね。最初やっぱりいい感じパンチ食いましたからね、パークのパンチ、このパンチによってお客さんは湧き上がります。なんだ、もうとにかくシャニングに出ていくといった感じのパーク、この辺を迎え撃ちます。エロイロハス、相手のお株を奪っているような感じもあります、背中、エロイロハス挑戦し、はい、なぜラビットパンチっていうかっていうとですね、ウサギの急所は後頭部らしいんですね、ウサギ殺す時に、だからそのラビットパンチって言うらしいんですけどね、その後頭部打つの反則ですね、ラビットパンチは。ちょっと荒れた試合内容になってきましたが、第5ラウンド完全にチャンピオンペース、いつものパクではないようです。かといって行くためには相手の中で行かなければいけないってきついよ ね、はい、そこで差が出てくるかも分かりませんね。試合は第6ラウンドです。片腕ホールドして打ってるんですね、エロイは。この試合はもうスタートから飛ばしています。そして第6ラウンド中盤、随分積極的にこの試合に、まあ、提言とマネジメント契約をしているロハスなんですけれども、はい、性格みたいなのは、いや性格いいですよ、まあ、紳士的ですね。あ、そうですか、はい、気の強さあるいは弱さ、そういったもの、まあ私やっぱり第6ラウンド、このラウンドのロハスはちょっとそのホールディングとかですね、はいはい、体を押し付けたりちょっとダーティーですね、おっと、今日のパクヨンギョン見せないためによけ向けてますよね。あ、なるほどね、グッと、オリロ、下から突き上げるパンチ、ただ崩しました。ラッキング、エロイロハス、ちょっと注意しています。レフリー、あ、ロハス左目切りましたね。あ、そうですね、うん、頭がぶつかったんですね、はい、ミラッパー、ロハスのミラッパーです。あの今レフリーなんか試合させながらサイドします。あと、あと帳消しに、もう減点取られても仕方がないぐらい、その必要なホールドしてますね、チャンピオンに対する WBA チャンピオンがパクヨンギュン、黄色のトランクス、白のトランクス、取らせたパクの方にもうまいところあるんですよね。あ、なるほどなるほど、例えば、パクヨンギュンが、おっと、ナイスパンチ、ナイスッパー、そんなにホールドの減点は来なかったはずなんですよね、はい、それを無理やり印象を持って、ミラッパー突き上げた、お互いに持ち合いながら連打です。あーと、マウスピースが半分出ている。あ、そうですか、はい、先ほどねロハスも、ロハスも左目、最初に、ね、切りましたけども、切りましたね、これ最後のシーンです。あ、かなり頭打ってますね。そうですね、エロイロハスの速攻から始まりまして、ちょっと乱打戦、そして前に、あの後頭部打つのはこれ注意しない、あれをですね強いパンチ後頭部蹴るとですねボーッとしますよね。キャンバスでその後頭部ぶつけるのと同じようなものですから、ちょっと忙しそうです、離すのに苦労します。なんか相撲やってるみたいですね
両選手が体を密着させるケースが多くなってきていますが、まあ、結果的にはそういったラフファイトになってますけど、ロハスの勝つことに対しての執念というのは、はい、出てますね、はい、そうですね、完全こういったのはパクも得意なはずだとは思うんですが、アウト、パチンと叩きました、パクです。パクもこれだけ相手が俺に向かってくるんだ。黄色のトランクスがエロイ・ロハス、声を出しました。吹出しながら強く打つときはですね、声を出します。おっと、ロハス の, その普段のファイト、異例なファイトになりますか。そうですね、もっと綺麗なそのアウトボクシングで、ね、それでストレートってことですか。相手が相手ですからね。うん、まあ、歯には歯を、目には目をっていうようなボクシングになってますね。なるほどね、それが効いているようです。ここまでのチャンピオンのファイトして、いきなり変わる、思い切って変えるためには思い切って動くなりしないと、中途半端だと、もうパクの方が変えるわけはないでしょうからね。パクはもう常に前に出たいですからね、やってる本人相手に入られると思えばそうしないだろうしですね。さあ出ていく、このラウンドはパクはパンチ当たってないですよ。はいはい、その、ね、もうクリンチで相手押し込んでるんですね。そうです、しかしパクの方はまた血が流れています。パンチ、大きい大振りなパンチ、両者繰り出していきます。ホールディングによる反則で、2ポイントこれでマイナスということになります。両者これで合計計3度の減点ですからね。そうですね、ロハスが2度、そして始めます。韓国はですね、失格でですね、試合終わりまで行かずにストップするとですね、お客さんが怒るんですよね。そうですね、確かに。でアメリカの場合はかなり失格負けというのはあるんですか。もうスポーツとして管理して、プロスポーツとして管理して、そのルールにのっとった管理してますから、そのまあ東洋よりも多いですよ。おっと、下から内側から打ちます。張り込んできましたレフリー、試合は続行されています。右から振った、ロハス。ただこのラウンドはパクが攻めてますね。向こう側からパク、王者が攻めてきます。第10ラウンド延長ということになりますよね。そうですね、今からロハスもかなり持ってるということになりますね。勝つことに対しての執念というのは現れてますね。あの辺りヒットしたが、ラッキングして一発二発かわした、そして離れてまたパンチを繰り出します、ロハス。そして王者も負けません、チャンピオンも負けません。パンチの応酬になりました、激しいパンチの応酬になりました。肩に手をやって、エロイが耐えられるのはやはり気迫の力ですね、まあ、それがメンタルパワー、エロイロハスのエピソードを思い出しましたね。この選手は日本来ても本読むんですね、はいはい、本読むの悪くはないんですけど、本ばっかり読んでるんですね。インテリなんでしょうね。彼も哲学書が好きだったんですね、はいはい、エロイロハスだけはおとなしくて、あまり喋らないし、まあ、先ほどね、浜さんの方から言います、WBA 世界がもうここまで来た、見せまして、かなりのパンチを打ち込みました。1ラウンドでも決まってもおかしくないような勢いでロハスが攻めて、レフリーもスタミナいりますね、忍耐力も必要。パクの方のバッティングを注意したようです。バッティングはパクは上手いですよ、はいはい、バッティングが上手いというのもおかしいですけど本当に言えてみようですね。バッティングいけないわけですか。そのパンチ当ててますね、はいはい、ロハスの方はめっちゃ速と取られるようなクリンチですからね、はいはい、なるほど。もうまあこの2人のロハスコーナーの声援はティラティラ、もう1本ですね、ティラっていうのは打てですよ。打ちまくっていきます。いろいろよくスタミナ持ちましたね、からね、はい、その 1,2,3 あれだけそのホットペースで戦ってですね、はい、この気合いもんですから、ええ、やっぱり勝負するところで前に出るっていうのはやっぱり、ラウンドが始まる日ね、エロイロハスはクリンチでしょう。もうパック、 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、ホールド、非常に荒れた試合になりましたが、こういう試合もちょっとやり返すというような、パクは倒すしかないのか、だいぶポイント的に減点があったりしているわけですが、最初の方は明らかにロハスが取ったラウンドがかなりあります。1人
下からアッパー、アッパーをつけた通りあるんですよね、そして、相手が中その体を起こす、まあ、今もアッパー出ましたけど、はい、相手が低く来た場合にアッパーで突き上げる、そして、相手がなおかつ柵も随分柵も4ラウンドか5ラウンド目ぐらいから苦しそうな表情だったんですが、これは続きます。さあ最後のラッシュ、頭から入っていったパク、うわー体で押していきました。ビデオのゴングが鳴ります。試合終了です。まだやってます。2度目の防衛成功です。エロイロハス勝ちますとフェザー級の新しいチャンピオンということになります。ワーストファイトオブザイヤーですね。新しいチャン